ハンスズーエシアは、白コウ期に生息した、パキケファロサウルス科の恐竜の属の一つである。現在のアルバータ州、モンタナ州に生息しており、現在のところはこの属には、ハンスウェジア・スターンバーギー一種の実が含まれる。生態復元図ハンスズーエシアは、最初、1943年に、バーナム・ブラウンとエリック・マーレン・シュライキュアーにより、 トロドン・スタンバーギーと命名された標本に基づいている。この標本は、その後、2002年には、ウィリアムソンとカーにより、2005年には、ライアンとエバンズにより、ステゴ・ケラス族に移され、エス・スタンバーギーとされている。ハンス・ズウエシア族は、最初2003年に、ロバート・エム・サリバンにより命名され、タイプ種は、ハンス・ウェジア・スタンバーギーとなった。俗名は、 カタガシラ類の研究に貢献したドイツの古生物学者ハンス・ディーター・ズースに懸命されたものである。現在までのところカナダ、アルバータ州の州立恐竜公園内にあり、ベリーリバー層群に属す恐竜公園層とややアメリカ、モンタナ州にあるジュディスリバー層の上部の2カ所から7つの標本が発見されている。他のカタガシラ類と同様にハンス・ズーエシアには 分厚い、スカルルーフがあった。しかしながら、以下の特徴により他の型頭流類と識別される。ありがとうございます。